ちは。こんにちは。本町卓球センターのヨッシーです。ヤックンです。よろしくお願いします。今日はなんと、はい、新先生の得意技、伸びる巻き込みサーブ。はい。魔法みたいなサーブ。魔法みたいな。これについてちょっとね、教わりたいと思います。はい、あんまり教えたくはないですけどね、試合で使うんで、あ、これ来たみたいね。現役でバリバリ試合出られてました。これ見て、いや、まあ、この勝負どころであのサーブ、あれ来るんちゃう厳しくなるかもしれないです。それは嫌です、ね、ただそこも踏まえて、踏まえて皆様にちょっとね、技術提供ですから、それは確かに、はい、こう伸びる巻き込みサーブを、まあ、使うタイミング、はい、どんな時なんでしょう。そうですね、一番使うのはやっぱ勝負どころ、はい、まあ、例えば9オールとか、はい、ここ1点欲しいところまで残してて、はいはい、使うことが多いですね。なるほど。初めから使って慣れられてしまうとちょっと ね、驚きが少ないから、うん、際どい勝負をものにする人の戦術ですよね。ですね、大事になります。なるほど。とっておきのサーブになるので。なるほど、はい、自信を持って新井先生がこう推奨するサーブですから、皆さんぜひ勉強してください、はい、では実際に、はい、僕も教わってみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。では先ほど話していただいた伸びる巻き込みサーブ、このサーブの出し方教えてください。まず、構えます。構えてもらって、まあ、普通の巻き込みだとちょっと横に動くと、まあ、あまり伸びない形になるので、はい、横回転が強い形になっちゃう。ちょっとだけ上に上げてる状態になります。はい、上に上げてもそうですね、上げて肩ですね、肩をグッと上げるようなイメージになります。で、手首を動かすとどうしても横回転入ってしまうので、はい、まあ、伸びなくなってしまうので、はい、そのまま肩でそういくようなイメージになります。これはすごく、まあ、あんまり教えたくないんですけども、はい、この触るところになります。はい、触るところ下になります。下から触る、横下、そうです。はい、はい、ここからここをこう上げてあげると伸びるような形になります。横の下からこう構える、構えて、ちょっとポジション助けてください。で、引き手が肘で引くんですね。肘で引いて、左足に乗せるときに、先端と上に。大事ですね。に見せるために、この左ですね、膝を曲げてあげる。曲げてあげるとラケットすごく下に落ちてるように見えるので、こうすると、下回転、相手がちょっと下回転かなと思った瞬間伸びてくる。あ、なるほどなるほど。ちょっとフォローするのごまかしももちろんあるけども、ね、必殺さん大丈夫ちょっと要点だけをちょっとまとめてみると、はい、まず構えて用意して、で、この時には肘を引くイメージで手を取って、どんどん左足に体重を移し替える時にそのラケットの先端が少し上にちょっと上げて、上に出してグッと上に入るイメージになります。確かにこんなに動いてる感じだと誰も上だと思わない。でもこのまま、ああ、はい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 、はい、よくわかりました。ありがとうございます。
い、お疲れ様でした、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。あのサーブめっちゃ伸びますね。めっちゃ伸ばしますよめっちゃかどりましためっちゃかどった。僕ら結構昔からまあライバルみたいな感じでずっと試合も練習もよくやってたんですけどね、それでもね、かどります、かどります。あれやっぱ無理にフォアのこのドライブマンがね、角度つけて触りに行ったらもう伸びた分にちょうど角に絶対当たっちゃうような、ましてやね、下からなんか出せないんですからね、飛んでちゃいますよ。角度つけたら当てるだけ、当てるだけで当てるだけでやったらドライブ、まあね、3球目の意識になるというあれやっぱ瀬戸際でああいうシンプルにもうドンって、ね、3球目どんどん狙われると、ね、確かにあれは厳しいなと改めてちょっと思いました、はい、まあ今後とも引き続き新井先生のいろんな技術ちょっと紹介していただきますので、はい、そのつもりで、そのつもりでしっかりよろしく、はい、いきますので、はい、まあ注意点とするとやっぱりサーブ練習するときにまあ、ロングサーブなのでしかも伸びるサーブなので思いっきり回転をかけたいので、はい、まあ、最初はもう全力でオーバーミスするような練習をしてあげてほしいですね。でやっぱり入れるところから練習してしまうと回転量っていうのはどうしても落ちてしまうので、まあ、思いっきりガンと出すイメージをねしてあげてもらえると練習になると思いますので、まあ、優しいタッチでねちょっとこう技術を生むんじゃなくてもそうですね、きっとーんとねあの人ムカつくドーンぐらいできるとね、いいと思います。わかりました、はい、まあ、ぜひ皆さんもね、そういうところを意識してね、あの練習に取り組んでみてください。では、はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。